全く知らない子に向かって話してるんだなっていう意識を持ちながら、なんか本当に宇宙人に言葉を教えるみたいな気持ちで読んでます。神は来たり神は去りゆく、死すべき者どもはきらめいては消えていく。世は移ろうもの、星々も銀河も儚く。背景であったり臨場感っていうものを大切にやらせていただいてますね。今井さんのこのナレーションめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。渋い声ですね。私あの声優プロダクションの社長もやってるんですけど、はい、今井と申します。いやいやいや、家事をする時だったりとか、あとは寝かしつけの時にあのちょっと真っ暗な中に眠くないけど横になってちょっと一緒に寝てあげなければいけない時なんかにあのよく使ったり、日常の中に取り入れてからすごく彩り豊かな日々になったなっていうふうに思ってます。子どもたちに関してはまだ言葉が分かってない状態だったりすることも多いので、あのテニオ派の間をもう気持ち開けたりとか、単語単語をちょっと際立たせたりとか区切るようにしてます。全く知らない子に向かって話してるんだなっていう意識を持ちながら、なんか本当に宇宙人に言葉を教えるみたいな気持ちで読んでます。あの感情を込めて読んでるんですか？はい、結構まあ、感情込めたり込めなかったり、あとあのすごい長いの読んでって言われたら2行ずつぐらい抜粋して読んだりとかしてさっさっさって終わらせたりとかっていうこともやります。